オヘカエルガメは、波カメモ目、ヘビクビガメカメセクレミス属に分類されるカメ。ブラジル最大高長34.7センチメートル。背甲は厚みがあり、上から見るとやや細長い卵型。背甲の色彩は、淡褐色や暗褐色一色。復興の色彩は黄色だが、不明瞭な暗色斑が入る個体もいる。属内では、頭部は小型で分厚い。 喉に2本のやや発達した突起がある。頭部や頸部、四肢の背面の色彩は暗褐色、覆面の色彩は黄色や大色。種商名捕鯨は AR 捕鯨の県名。以前はカエルガメ族フリナップスに分類されていた。2001年に本種のみでロナセハラ属を構成する説が提唱されたが、有力な説ではない。標高500メートル以下にある。 消化栓や湖に生息する。魚類、昆虫、甲殻類などを食べると考えられている。分布が極めて限定され確実な最終例も非常に少なく生息数の非常に少ない種と考えられている。生息地の破壊や漁業による混獲などにより生息数が減少している。ブラジルはカメ類の輸出を厳しく制限しているため流通例は世界的にも 非常に少なく日本に輸入された例はあるのか不明とされる。ありがとうございます。